はい、こんにちは、金子です。音聞こえますかね。雨です。関東地方、雨でして、これから夜にかけて雪じゃないかなんて言っております。まあ当然ながらバイク乗れない状況でありますので、まあメンテナンスの方やっていきたいと思います。今回はリアブレーキの、ドラムの清掃と、まあついてなんでスイングアーム取っ払って、ピボットの、ベアリングあたりを清掃してグリスアップしたいなと考えております。工具が当たりそうなところはまずは養生しておきます。結構やらないでやると傷ついちゃいます。まずは緩み止めをこう抜いて、反対側は、19の、ボルトの頭になっておりますから、それで押さえして、こちらは27ですね。27のソケットです。はい、左側19の右側27で、アクセル緩めます。せーの、よっしょ。よいしょ。よいしょ。こうですね。こちら、トルクロットのナット緩めます。よいしょ、よいしょ。で、ブレーキのこちらも外しちゃいます。はい、ではタイヤ外しちゃいましょう。よっ。よいしょ、はい、ドラムを外して隙間から取ると、よっこいしょ、はい、取れた。はい、外した、ドラムなんですけども、そんなに、まあ多少は汚れてるかな、多少は汚れてますけど、それほどでもないな。あ、でもまあ一応2000キロちょっと走ってるから、まあ洗っとくのがいいですね。ではスイングアーム外しちゃいます。こちらのサスをまずは外しちゃいますね。
こちらは、6ミリか。まずは、6ミリのヘックスで、緩めますと。おぉ、結構。よいしょ。で、上の方は、17か。17のヘッドです。よっ、よいしょ。よし。よいしょ、片方は簡単に抜けますと。これを抜いてしまうと、スイングアームが起こっちゃうんですよね。よいしょ。で、チェーンもありますから、チェーンを一回垂らして、よいしょ。ちょうど、落ちるかなと思ったんですけど、マフラーのステーにぶつかって、落ちないですね。はい、これから、スイングアームを外すのですが、まあ、そのピボットのシャフトを抜くために、こちら、進行方向右側ですね、周り止めのために、このように、8ミリのソケットとバーをセットしておきます。で、反対側に回ります。はい、こちらの方、12ミリの六角で緩めていきます。では、いきます。よいしょ。はい、このように、ナットっていうんですかね、こちらが外れました。はい、右側の方ですね、ナットが外れましたので、ここからシャフトを抜きます。シャフト抜くと、スイングアームも落っこちちゃうので、ちょっとそこら辺注意しながら抜いていきたいと思います。よいしょ。よし、よいしょ、よいしょ、はい、抜けました。よいしょ、よいしょ、よいしょ。あれ、参ったな。どうした、なぜ取れない。よっこらしょっと。上の方に持ち上げつつ引っこ抜くと、よし、できた。あ、カラーかなんかが引っかかっちゃってる。よいしょ。よし、よっ、よいしょ、抜けた。よいしょ。はい、無事、スイングアーム取れました。あのトルクロット根元の方も取ってたらよかったですね。邪魔だったわ。あ、取れた取れた。はい、こちら、はい、中にカラーが入ってますので、これ取っときます。よし、舐めそう、やばいな。
よいしょ、外れた。あ、やっぱり大きいサイズじゃないとダメだったんですね。よし、うわ汚っ。ここら辺は綺麗にしていきましょう。この辺になんか擦った傷があるな。わかります？この地肌がむき出しになってるところがあるの。これチェーンスライダーのとこか、なんだろう、ここだよな。さてこれなんですけども、この擦れた部分、金属の地肌が出ちゃってる部分がありますので、これはちょっと塗装をして保護しておきたいと思います。容器と筆を使って茶渋ブラック塗っていきます。よいしょ。うん、こんなもんかな。よし、よいしょ、よいしょ。じゃあこれでちょっと、これでちょっと乾かしておきます。よいしょ。ロックしたと。まあ、ちなみに、スイングアームの、ピボットの部分のカラーですね、ここがちょうど、ニードルベアリング受けるところになってますけれども、まあ錆もなく状態はよろしいかなと思います。ただやっぱりニードルベアリングの跡ですかね、当たりがちゃんとついてますかね。ついてますね。ということで、はい、カラーを入れます。よっと、よし。で、あとはこちらのボールベアリング側の方にも入れてと。で、こちらの方はこちらのカラーがありますので、このカラーにプリソンではめとくと。よし、はい、これにてピボット部の清掃とグリスアップが終わりましたので、これからスイングアームを取り付けていきます。まずはアクセルシャフトを拭いておきます。で、特に問題はなさそう。ちょっとここのところ
当たりがある感じはしますけれども、サビ等は全くありません。で、まず組む前に一回こちらに、グリスを塗ってこっち通しておきます。よし。ではチェーンガイドつけておきます。チェーンスライダー、チェーンガード、よし。ここに、これは向きはないな、こうか。よし、よしと。さあ取り付けよう。まずはよいしょ、この間に入れちゃって、よいしょ、よいしょ、で、よいしょ、もっとった。はい。で、あとはこちらですね。ナットを。こちらで取り付けると。多分これで、向こうと共回りしてますね。よし。なので向こうを回り止めしてきますと。はい。これからピボットを締め付けるのですが、シャフトが共回りしないようにこのように、回り止めをしておきます。はい。そしてこちらなんですけども、98ニュートンで締め付けを行います。タイヤがないので車体が後ろにぶっ倒れないように気をつけながら締め付けたいと思います。タイヤ、よし、 OK。はい、ではサスペンション取り付けます。リフのところに、グリス塗っておきますと。で、でこちらも、サスペンションですが、ここのアップ
パー側が59ニュートンで、下側が34ニュートンですね。35でした。はい、 OK。 はい、忘れないうちに、トルクロットのこちらの締め付けの方ですね、やっておきましょう。これよし、うん、こんな感じでいいかな。小腹が空きましたのでちょっと休憩です。こちらなんですけど、非常食として取っておいたものの、期限切れのものです。これを、小腹を満たすために食べます。あとはコーヒーですね。今ちょっとストーブをつけてお湯を沸かしてます。ブレンディーのスティックのなんかエスプレッソですね。いただきます。うん、うん、うん、うまい。はい、乾パン食べて休憩完了しましたので作業再開します。まずはドラムの中を洗っときます。大して汚れてなかったんでパーツクリーナー拭いてさーっと拭き終わりにします。うん、こんなもんすかね。はい、じゃあ、ドラムのシューを洗っておきたいと思います。方向的にはこうか。そうするとこいつが上、こいつが下。これでわかるかな。汚れてるな、結構汚れが出ますね。なんでしょうかね、これ当たりが、ここだけ強い当たりがあってここがあんまり当たってないですね。見えますかね、下側のドラムは一応まんべんなく当たってるようなんですけども、こうだん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 と縞模様に跡がついてます。こんなもんなのかな。こっちの方はそんなに汚れてない。ここだね、グリス塗っとこう。よいしょ。
はい、あとは、ホイールにくっつけて、あとはタイヤごと取り付けを行います。タイヤを取り付ける前に一応、アクセルシャフトの確認だけしときます。当たりとかはあるんですけども、錆は全くないですね。はい、コンディションはいいままだと思われます。はい、これもまた、再度、グリースアップして取り付けにかかりたいと思います。さあ、やっていきましょう。まずはドラムをはめちゃいますと。はい、よいしょ。はい、取った、通りましたよと。チェーンを引っ掛けましょうねと。さあさあ、次はと、次はタイヤを持ち上げてチャックを通すんですけれど、よいしょよいしょ、行くよ行くよ、よいしょ、入った。はい、まずはアクセルナットを締める前にブレーキを組んでしまいます。ここの部分ですね。アジャスターは適当でいいです、後でやりゃいいですから。とりあえず組みます。次、次はこのトルクロッドを取り付けます。トルクロッドを取り付けますと。では、よいしょ、締め付けやります。よいしょ、はい、オッケー、うん、オッケーかな。よしと。で、最後にこのトルクロッドを締め付けましょう。これは手トルクでいいや。よし。で、抜け止めのベータピンと。で、あとはブレーキの位置かな。一応とりあえず。こんなもんかな。まあちょっと後で確認してみましょう。よし、よし、うん、はい、ということで、リアのブレーキドラム清掃と、リアのサスペンション、ピボットの清掃グリスアップの作業を完了いたしました。前回このリアサス周りメンテしたのは、2016年で3万キロの時でした。なので約2万キロ走った段階での今回のメンテナンスになります。まあぶっちゃけた話、綺麗だったんで、まあ2万キロ程度だったら、私の走り方でしたらそんなにグリスも切れないし、いいコンディションは維持できるのかなと。だから、まあ考えようによっては2万キロ、3万キロ?3万キロぐらいをめどに次は、メンテナンスすればいいのかななんて考えました。まあ、あとはハブダンパーも揺すってみたんですけども、特にガタもなかったのでまだ交換する必要ないかなという感じでした。とりあえず今回の作業は、以上となります。あとはそうですね、もうちょっと経ちましたらフロントのフォークオイル交換とステムのグリスアップ
の方もやっていければなとは思っています。ステムもやっぱ3万3000キロの時に1回やってるんですよね。どちらかというとステムのこの3万3000キロっていうのはベアリングを交換したんですね。その時が3万3000キロ、それからまあ約1万7000キロ早いかな。まだちょっとステムに関しては考えます。フォークに関しては結構まめに交換してますので、キンキンに交換したいなと思っております。今回の動画は以上となります。ご視聴の方ありがとうございました。また、動画作成しましたら、視聴の方よろしくお願いいたします。では